安倍総理大臣は自民党の仕事始めで挨拶し、憲法改正への意欲を改めて強調しました。おめでとうございます。憲法改正に向けて、皆さん大きな歩みを進めていこうではありませんか？また、安倍総理は今年の東京オリンピック、パラリンピックを歴史に残るものとすると述べた上で、日本が世界の真ん中で輝く年にしたいと抱負を述べました。